はいどうも皆さんこんばんは。今日は日曜日今7時過ぎぐらいですかね。えー、今週2冊、今日は第322冊目をお届けすることになります。えーと、ご飯食べたんで、結構元気な家ちゃんですね。あ、いいねん。結構人間待ってますけど、はい。はい、今週もよろしくお願いしますね。お願いしまーすって。はいはい。はい。はい、じゃあいいですよ、もう。はい、どうもね。<laughs> えー、322冊目、もうすぐ333冊目ですかね。 あんまりそうういですす。す。けけどもお、えー、お届しししたいいいと思いままよろしくお願いしますで今日の322冊目は実は2冊あるんですけどまあ、ちょっと軽めの本をと思ってね、えー、最近ちょっとなんか集中的な本は使ってたんでいろんな本をね軽めの本という形で文庫も2冊紹介したいと思います、えー、1冊目はですね博学こだわりクラブってところが編集したあれの名前を言えますかってこれ変わってあの 河出文庫の夢文庫ってシリーズがそこから今年出たもんです2月に出たもんであれの名前言えますかっていろん,んな生活に必要なあの部品物の名前とかなんか知らないもの多いですからね、えー、そういうものの名前言えますかってそういう本が一冊それからもう一つは「日本語クラブ」まあ、これも勝手に作られた仲,仲間なんだけどもそれが編集した「その言葉も使われてませんよ」っていう本ですねこれも角川 d 夢文庫なんで、まあ、この2冊大体同時期に2月3月同じ時期に今年に出た本ですけども まあ言ってみれば雑学といえば雑学なんですけどもまあ何て言うかそういう言葉の世界を広げるために出てきた本っていう感じがありますね最近自己啓発本であるとかあるいは何か自分の教養を広げるなんか反教養主義に対する反発みたいなのがあってそういう本が結構出てはいるんですね。でマニュアルといってもマニュアルじゃないんですねマニュアル通りにそれに従う人はいませんしでもそういう本が出てるってことは事実なんですけども。 でもそれはなんか知を広げるなんてこと書いてあるんだけど実際地知を広げるというよりもただの教養ただ情報ですよね情報と教養は全く違うわけで、えー、僕に言わせれば教養とか知とかいうものはやっぱり自分を広げる深めるだけではなくてやっぱり自分の生,生活とか生命とかいうものにうう彩りを与える彩りって何かっていうと余裕ですよね広がりですねそういうのを与えるようなものが多分知識だと思うんだけど情報ってのはそういうなんか余裕はないですよね。 なんか自分の性にピタッとくるようなものだけをまとめてる集めてるそういうなんかピースだけを集めてなんかねあのそういう知のジグソーパズルを作るみたいな作業を知という情報としてね情報という知として集めてるとこあるんで情報にはそれがないわけ余裕を作るってことはねだって余裕にも余裕の情報って必要になっちゃいますからねでそういうことは必要ないってことでまあ退けられちゃうんですね。 だからまあ、ある言葉がその言葉があらゆる方向いろんな方向にこう飛びしたりとかいろんなとこ行ったりする、まあ、特に情報の場合は難しいのは僕はよく言ってるんですけどもかつの,のジョン・ケージがね「ミュージック」って言葉を辞書で弾いたらミュージックのそばに「マッシュルーム」って単語があったわけねまああんまり大きな辞書はなかったですね「ミュージックマッシュルーム」だって。 で彼はミュージック、そうか音楽はマッシュルーム、キノコなんだって変な悟りを開いて、で、後に作曲になった後も、キノコのために聴かせる曲とか、えー、キノコの料理のレシピをいっぱい DVD 残してるとかね、いうことで、キノコとの関わり、関わり都く深かったわけですね、えー。南カリフォルニアのキノコ学会、菌類学会の理事までいた人ですから、キノコの研究者としても優秀で、もちろん作曲家としても優秀な人でしたよね。だからそういう感じで、ある意味間違えるというか、ね、ミスリーディングするというか、 そういういい情報の漏れみたなな余裕が必要なんですねミュージックっていう単語を情報で検索すればミュージックしか出てこないんですねところが、えー、ジョン・ケージはそこからマッシュルームって単語を生み出したわけですよでそれはジョン・ケージなりの発見だったかもしれないけどもまあそういう余裕によって彼にはキノコっていうジャンルと菌類っていうジャンルとねそれから音楽ンルと2つが出てきたわけだからこれはとても大事なことですよねだからそういうことってね今情報検索するための機構では無理だインターネットでだってミュージックミュージックでいたらミュージックしか出ないもんね 多分今弾けばミュージックはマッシュルームと、えー、ジョン・ケージは両方検索したって出てくる、そういう情報として出てくるかもしれないけども、えー、まあそれをミュージックとマッシュルームを発見したジョ,ンジョン・ケージの喜びみたいなものは、えー、一切わからないわけでしょ。だからそういう教養ではない知っていうのは単なる情報でしかないとこがあって、まあ言ってみれば、プラモデルは作るんだけど、なんか、えー、そういうのにこだわってる人たちっていうのはなんか取説だけね、マニュアルだけ読んでる人って感じがして、ちょっと気の毒なところはあるんですね、だからね。 だかからなんかそういうのは実践を伴わないでなんかマニュアル通りとかねあるいは取説通りに考えるってこと自体がなんか言い訳じみてますねこれねでそういうところがあるのでまあそうではないようなえものを書い,てあるあの書いた本が必要だと思うんですけど世の中はそうはいかないですよ即読術にしても何してもえなんかね全然自分の世界から離れちゃうようなことが多いわけですね僕はかつて自分の突き止め先言い合いまこういうパンフレット脱線をってね リーフレットみたたたいいいなでで短い文章ですけど脱線と本を書いたことありました雑学王ではないんだけど、脱線することね。一つテーマからどんどん江戸からして離れていくことです。これイヤ、イアマスのウェブサイトを見ていただければ、イアマスブックスということで検索していただくといっぱい一覧が出て、その中にこういう本があって、ダウンロードできますんで、ぜひ読んでいただければと思うんですけど、脱線王ですね。 だからそういうい脱線することの魅力みたいなのもねつまり自分に脱線すればそれを自分に余裕が自分に深みが広がりが出てくるってことこそが本当の知とか器用じゃないかなと僕は思うんでそういう情報っていうものには永遠にあらがっていきたいと思うんですねだからその意味でこの「あれなま言えますか」とか「えー、もうこの言葉使いませんよ」とかね「使われてませんよ」っていうのは情報かもしれないでも問題ないのはこの情報どうやって知の世界を持っていくことができるか牽引することができるかってところがミソなんじゃないのかなって気は僕にはしてませんこれね。 例えば最近はこう言い換え図鑑みたいなのも出てこれすごい30万ぶれてるんですねでこれ人の前で言う言葉をなんあの直接言うと失礼に当たるのでまあちょっと言い換えてうまくいってみましょうみたいな本だと思うんですね、えー、であるいはこの斎藤隆さんなんかもそういうなんかマニュアルの名人だけ四字熟語辞典とか確かに今四文字熟語って言わないですねまさにこれこの本に書いたの四文字熟語って四字熟語って言うんですけども斎藤隆さんがこういうのを編纂されてますよね、えー、あるいは速読に関しては山ほどあるね速読の教科書って で、まあ、矛盾です。これ、速読の本は速読で読めないわけでしょう。大抵は。速読の教科書、速読読めるば、もう本には速読技術が身についてるわけだけど、その速読の教科書を普通の速度で読まなきゃいけないっていう矛盾ね。だから、そういった永遠に速読はたどり着けないし、そもそも速読して本を読むってこと、意味ですよね。これは早く情報を仕入れたいから、速読するんでしょう。で、本を味わいたいと、か本をじっくり読みたいという人にとっては。この速読ってのは一切向かない方法だと、僕は思うんですね。 でもちろん「な,のなんとか大善」って本が増えたんだけど多分その「大善」って言葉の走りは独学大善ですこれ以前もこの今週にさせて僕が紹介しましたこれは非常にいい本でまさに独学大善なんでこれを読んで何か役立てようっていうんじゃないまさに独学するため独学で最も大事なのは何かに役立つなんて絶対そういう 欲望を持たないってことこね。そういうのに執着しないってこと大事なんだけどそういうものをの入門書で、まあ分厚い本だけど書かれたのはとても大事ですねところがその「大然」って言葉が一人歩きをしてしまって大然ブームになっちゃったねこう習慣化大然とかね、うん、あるいはこう時間実大然とかまあなんか実際よく分からない大然っていうものが出てきてしまって、えー、本来はこの「大然」って言葉はね、えー、まああの辞書の言葉によればその物事に関する事柄を漏れなく修正編集した書物。 その物元に関する事項を漏れなく修正編集した書物のことを大善と言うんですね。だから当然ながら、スンマーテオルジアという、あトマサーケンスの心学大善とは思うけど、あれは進学に関するあらゆる Q&A をまとめ、当時としては進学でもどう捉えるかという、そういうのトマサーケンス生きた時代の進学のすべてが網羅されているんですね。 だからまあ完璧ではないけども全部一通り書いてあるってことが大全にとって大事なことなんですね。だから実際それがあのなんていうの今まで書かれてくる大全もののまあいちいちこれを僕はディスったり腐したりしませんけどこういうなんとか大全のものは多いわけだからそれが本当に書いてあるかどうか少なくともこの独学大然ってねえっと読書猿さんが書いたものに関しては漏れなく書いてあると思う。独学っていうものに関するるあらゆる情報が まあ情報だけどね、漏れなな書いいてあるんじゃないかなと思うんですね。だからこういうものを例えば読むってことが分かるってことにつながってこの読むってことが実践するってことにつながり得るかどうかですねだからこういうマニュアルも好きな方はいるし、まあ、実際こう自己啓発的なものとかねなんかその反共有主義に対する反反共有主義ですねそういう共有とか知恵を身につけたいという人はどうしてもこういうものに、えー、飛びつきがちなんですけども本当はそういうことで実際できるかどうかってはなかなか難しいってことですね。 今だからそういうことでは例えばこれはもうちょっとすでに紹介した作家さんの紹介できないんですけども菅慶次郎って僕の友人でもあって、まあ、詩人でもあって比較文学の専門家でもあるんだけど彼が書いた本がまあ文庫本になったんですね本は読めないもんだから心配するなってえこれ読書家である菅慶次郎が本を読めないもんだから心配するなってこれなんか出版社とか編集者によってはですねもともと若い人は本を読まなくなってるんだからこういう本は出さないでくださいって言われたらしいんだねつまりそういう人たちこの本が一つの比喩 であれ皮肉でであるっっててこと全然分かってないわけですよね本当にそういうふうに信じちゃったけどね。で、本は読めないものだから心配するんだって、僕はこの本、タイトル見ただけでもすごい安心してしまうんですね。あ,あそうか、それでいいんだってことね。読めないんですよ、本当はね。だからそれ読めない、読めない具合みたいなことをルール書いたのが、 この本なんでまあこれはこれでまた別の機会にまあちょっと菅さんはすでに一冊ねハワイの本を紹介してしまったのでちょっと一人一人一冊主義なんで僕はねなんか紹介できないけどもまあ何かの機会にまたていうか今の機会にこういうのもありますよってこれ出たばっかりの文庫本ですからね紹介しておきたいと思います。まあでもいずれにしてもそういうものであるので今回あげるこの2冊の本ですねまあ一つトリセツではないんだけどもまあその取説をなんとかこう知とか教養っていう形に広げていければなと思って紹介したいと。 思ってるんでで、すね、ね。これ、ね、でうちの師匠の中井米ぞってハンダリグ学部の教授だった先生は、えー、本来はねユーモア本とか笑い話小話の本とかいっぱいあったんですねこれね。何てかって彼はまあ公演の天才だったんだけど公演に行ってあゆらお客さんをまあ喜ばせるね参加者をまあ笑わせるっていうのが名人だったね。一発目から笑わせちゃう人だったんですね。 でそれやっぱりなぜかってそれなりに努力してるわけでそういう小話の本とか笑い話をいっぱい持ってて、まあ、実は立川男子家元もそういうのが大好きで小話の本とか西洋のちょっとしたあのワンポイントのねお笑いとかねユーモア本とかそういうの山ほど持ってたんですけども、まあ、彼はそれをうまく、ね、話の枕とかね前座の前座じゃないやあの楽のねそういう枕とかなんか使ってたみたいですけども、まあ、それとうちの中川先生は同じようにですね、えー、うまいことそれを使ってたような感じがありますね。 でそういう本からまあ得た知識まあそれだからだ挨拶をするために情報に過ぎないかもしれないけどもそういうところから話を広げたわけです、ね、自分の医学についての話とか,、えー、なんか何らかの理論についての話に広げていくことが名人だっただから中西さんは確かに講演の名手で僕も何度もその経済に触れたことあるんだけどもまあ話は名人であったんだけども、まあ、それを直接の我々の話とは小話のすぐに使ったわけじゃないんですねだからそれをうまく料理して自分の話に持っていくために ちょっと変更したり編集したりすることでどんどんどん話を広げた人だったんですね。だから中川先生の話がうまかったからって僕らがその笑い話の本とか小話の本を読んだからといって中川先生の話ができるわけじゃないですね。いまだに僕はあちこちで講演とかなんかやってるんだけどもやっぱり日くれて道通しでなかなかうちの恩師のように話がうまくはなれないっていうのはいまだに感じてますね。6時過ぎててっぱり無理だと思いいいま勝ななつつもいつもあの、まあ そういういことをやららせてもらってももっますけどもだからそういうことでやっぱり僕が小話や笑い話やユーモアの本をいくら集めたからといって中川先生には慣れないですね,やっぱねこれはやっぱり今ある世の中にあふれて教養本とか知的な本とかねあるいは自己啓発本とかなんかに当てはまることなんですね。なかなか先人の書いたものを読んだところですよ先人の書いた読書録とか,なんか読んだところで自分が本を読んだつもりになるかもしれないけどもやっぱり結局自分で読まなきゃ駄目でしょ。 そういうういいこことととががああるので難しいなと思うことがありますね、まあ、もうあのだんだん時間がないんで今日は時間のある限りこの2冊の本のですね面白いところですねなるほどなって僕は納得したところをいくつかえ紹介していきたいと思うんですけども例えばあのまあなかなか面白かったらもうこのこその言葉使われてませんって言言葉がもうだん使われなくなるんですよ。それ時代の流れもあるしまあポリティカル・コレクション的な理由もあって使われないってもあってあるいはもう歴史的に古いとか間違ってるとかいうこともあって使われなくなった言葉っていうのがたくさんあるんですね。 そういうういいののががああってて、まあ、使われてませんよっていうのんよだけど例えばカメラマンなんて言葉ありますね。これは当たり前だと思うしカメラマンって言葉使わなかったらキートンのあの映どうすんのキートンのフォトグラファーっていうのあるいはキートンの写真家っていうんですかね。で今写真家とかフォトグラファーって言葉でポリティカルコレクター的に言い直されてます。カメラマンのマンがまずいんですね。 だからビジネスマンは例えばビジネスパーソンって、これ今でよく言われますよね。OL なんてことはもう存在しないもんね、これね。で、ホテルマンも実はホテリエってフランス語を使われて、これはホテルパーソンと言われんですホテリエってフランス語がなんか優雅に使われちゃってるんで、これね。えそれからちょっと、あの、驚いたのかなと思うんで、バークレーアメリカのバークレーの市議会なんかに行ってもらった言葉なんですけど、マンパワーって言葉はこマンが使われてるからよくないんですね。だからこれはヒューマンエフォートって言葉に変えられるみたいですね。あるいはマンホール、なんとびっくりこのマンホールもマンが使われてるからダメみたいですね。 えー、マンホールの言葉の語源が分かんないんですけどね。これは今、メンテナンスホールというそうですよ。だからこれはもちろんアメリカのバークレーの市議会で使われている言葉だけかもしれないけども、まあ、今、ポリティカルコレクト的にやっぱマンって言葉、ヒューマンって言葉すらダメでしょヒューマンヒューマン,ヒューマンって言葉が出てくるからね。だから変えられるようになっているってことあると思うんですね。あるいは本屋ってこともダメなんですね。これね。何とかやってのもダメで。で、これ書店に変えられてるんですね。で、あるいは酒屋とかなんかも酒店。 まあ酒屋酒屋酒酒店って書いたらこれ「サザエさんの酒屋」って名前とかねあるいは落語に出てくる言葉とかもどんなくなる「うどん屋」って落語にあるで失敗でこれうどん屋」って言葉をじゃあ「うどん店」って言うんですかねんかあれ居酒屋なんてどうするんですかこれえー主販と販売店とかなんか言うのかなで店って言葉に矢を変えるってことでこれはあんまり意味があると僕は思わないんだけどなんかあの職業的にこう差別ではないんだけどなんか低く見てるのを何とかやってるみたいですね これで差別してたらもし歌舞伎役者どうするんですか成ま屋とか成田屋とかね天王寺屋とか張り前屋とかあるけどあれ全部変えなきゃいけないんですかねあれも元々あの役者さんの奥さんとかなんか持ってたいろんなグッズショップみたいなもんですねそういう店の名前があったりしたのを、えー、今成ま屋とか残ってるわけですからそういうの屋号も変えなきゃいけないのかなってちょっとちょっと皮肉まじりに思ってしまったまあそういうのは脱線ですよねだからこの言葉辞書,に出て辞書ってこの本に塗ってる言葉だけがなるほどそういうことねって覚えるんじゃなくてそういうことからこうなんていうの 離れていまあそこでこういうことで脱線音を書いたってことなんですけどもねあるいはまあこれは今言わないけどももって言葉はもはやダメですねこれはメクラッテージが使われているのでもんもって言葉とか盲人って言葉はダメなんで盲人は視覚障害者とか視覚の不自由な人ですよねあるいはもんもはこれ無筆っていうする無筆っていうのはこれ落語に「手紙無筆」っていう本があの、まあ、演目あるんだけどでむしろ古典に戻っちゃったんだねこれね だってうどん屋っていうのはもう古典に戻れないだからうどん店みたいな感じで、えー、あるいは麺類販売店という感じで落語からどんどん離れていっちゃうんだけど逆に言うと「桃々無筆」って古典の言葉に戻ったんでこれは安心ですねで。無筆って落語は別にあの手紙無筆なんて言葉は手紙桃々とは言わないもんねだからそれは良かったのかもしれないでもあれは盲点なんてこれもいくらって確か盲点って言葉自身を僕は盲点だったですねやっぱり使えないってことはあんまり気づかなかったんだけどもこれは気,気づきにくい点っていうふうに 言われるみたいで盲点って言葉が、まあそれまあ、言ってみればこれ言い換えではないんですよね。解釈ですね。盲点の意味が気づきにくいってんでしょっていうふうに言い換えるということになったみたいですね。えー、そういうのがあったりする。まあ、あるいはあの常識的なところでは最近これは教科書とかなんか出てくる四大工業地帯ってあるねあの景品とかなんかね。 あここは今三大工業地帯に直ってるんです実は北九州工業地帯っていうのがあったんですけどもこれは実は産業的にはどん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 衰えてたってことがあるので北九州工業地帯は隠したり外されたんですよだから四大工業地帯から三大工業地帯に名前が変わったんですねこれは北九州工業地帯に対する差別的な扱いじゃないかと僕はひそかに考えてますけども、まあ、そういうことではないんですねあるいはこれは最近最もあの僕の中でも話題になってる話題っていうか自分自身の中でブームになってるんだけど副反応って言葉ねもともと副作用って言ったでしょ だから薬お薬とかなんかの場合には今でも副作用って言葉を使うんですよ。で意味は全く同じでところは予防接種の場合には副反応って言葉を使うんですね。だから予防接種の場合は副反応薬の場合は副作用と言って言い換えてるみたいです。だからまあ副反応予防接種 例えばコロナの予防接種の副反応を副作用と言っても間違いではないんですねだけど一応まあ医学界とか,なんかではそういう言い方をされてるんですねだけど、副反応と言っちゃうとこれ明らかに因果関係があると、ね、ワクチン接種の副反応でワクチン接種をしたから副反応が起きたってそういう因果関係ができちゃうんでそういう因果関係があるってことで厚生労働省なんかで今これ副反応疑いってねこれまた分かんないけど副反応疑いって言葉を使って因果関係があることっていう決定しないわけでそこから避けような 避けるような感じで使われているってことがありますね。うん、まあ、病気の名前とかなんかいっぱい変わってますね、えー。あるいは、えっ、ー、と、協定のことは冒頭ですというみたいでこれは協定って言葉が持つ。なんか、ええー、賭博的な意味とか、そういう扇情的な、なんか。ね、あお金をかけかけることとか、なんか、そういう人生を台無しにしちゃうことをイメージさせるっていうイメージがあるのかな。 だボートレーサーし、協定戦車ボートレーサー。あるいは協定場、ボートレース場といって、まあこれもカタカナにすればいいのかっていうね、なんかあんまり戦争が終わってしまって、日本は戦争が終わると全部カタカナになっちゃうね。だらこら日本はやっぱアメリカの戦争に負けたんだなってことがあえて言えるんじゃないかなと思いますよね。で、この流れで言えば競馬もダメで、ね、競馬はホースレースっていうんですかね。あるいは協定なんか競輪です競輪なんかは、えー、まあバイスクルーレースっていうのかな。 言わなきゃいけなくなくっちゃうんでまあ何でもカタカナにすればいいのかなっては思えないなってのはありましたあるいはベネスベニスはベネチアとかねボンベイはムンバイとかもともと当時当時でご当時で呼ばれている言葉に変えるという言葉があって、まあ、ベニスをベネチアボンベイをムンバイとかねまあこれは当時その土地の言語で言うなるべく近いものに発音するっていうのはまあ意味としては分かるんだけど例えばでもシェイクスピアのベニスの書人はシェイクスピアは英語で書いてますからベネチアは英語読みではベニスですよね。 でそれをイタリア語にちゃんとベネチアとっていうようになったわけで。だからあれをシェイクスピアのあの本をベネチアの承人っていうのはもともと間違いなわけで。彼は英語で書いてるからね。ベネチアの承人が正しいわけですよ。だけどこれ土地の名前なんで人の名前はあんまりすることしませんね。人の名前で僕が覚えた唯一はレイガンっていう大統領がレイガンになりましたね。あれはロナルド・レイガンという発音正しいので、レイガンではなかった。で、一番最初はリーガン大統領っていうのは、リーガンからレイガンになって、レイガンですね。レイガンってしたらレイガンになって、最終的にレイガンなっなったんだけども、 これはまあアメリカ的な読み方をそのまま踏襲したってことあるけどでも例えば中国とかロシアとかそれ以外の国英語を使ってない国っていうのは本当にそういうのに従ってるかどうかっていうのは悲しいです例えば毛沢東のことマモツートっと言わないでしょトウ・ショウのことトシ,シ,シャオピンとか言わないですねだからそれは非常に中途半端ですね人の名前は現地で呼ばれてるものに地名はまあ従うけど人名っていうのはなかなかできないだから毛沢東は毛沢東のままでしょ毛沢東って中国で言っても一切通じませんね まあ、おつんととですねいうことがからちょっとこれも不手際っていうかな、まあ、片手片手落ちちゃう差別用語ですかねでもから手落ちまあそうかなか <laughs> もしれませんねあるいは歴史が仁徳天皇陵ですねこれ大仙領古墳あるいは応神天皇陵古墳は、えー、権田御病権田御病山古墳っていうふうに、まあ、ちょっと難しい名前が変わってしまってこれは共に陰徳天皇あるいは応神天皇の陵墓 古墳であることが明確ではないからってので名称んは同じように聖徳太子という名前も歴史上聖徳太子が亡くなってから100年ぐらいの文献歴史的文献に出てくるのでえこれは馬屋の王というね馬江戸の王という名前になってまあなんか聖徳太子が格落ちしたような感じで、えー、ねだから一万円札のこともかつては聖徳太子と呼んでたんだけど馬屋の王と言わなきゃいけないよねあるいは大化の改新というのは、えー、とこれは歴史、えー、の変と言って年号をつけてね変わ、うん、ってますねあるいは踏み絵 踏みって、まあ、ありましたねあの。クリスチャンのね「やそ教徒であるかどうかを調べたの踏み」あ,のあれは踏むべき絵のことは踏み絵でいいんですけどそれを行うのは絵踏みというそうですね、えー、だからまあそ,ういうそれは何か理屈づけが言い訳字みたいな感じで別に踏み絵って名詞でも言うような気がするんですけど絵踏みってですよねだからそうするとこれは細かは踏み絵と言わずに細かは絵踏みっていうのかなとかくだらない冗談まで思い浮かぶ。これが 脱線の力かな、脱線の魅力じゃないかなって気がします。あるいは「奥の細道」って場所の書いた句集がありますけど、あれは全部ひらがなで「奥の細道」、道は漢字ですけど、「奥の細道」と全部ひらがなみたいですね。えー、あれは1996年、実は場所自身が書いた本物が見つかったんです、原稿がね。原稿と原文がね。でそれで「奥の細道」でらがなってたんで、今は漢字では書かずに、えー、もっぱら奥の細道と書くようになってるみたいですね。 まあこういうのはまあな分からないではないですね。あるいは、万歩計。この万ボ系はダメな、歩数系なんですね。万ボ系というのは、実はですね、えー、ヤマサ時計ケーキという株式会社があって、これが登録商品出したのは万ボ系なんですよ。だから、商品名なんですね。だから、商品名なんで、これ、歩数系と NHK なんかでは言うようになってますね。ということがあります。 あるいは、まあそうですね、そういうのが、まあ、言ととしてあるんだなっていうことがありますね。あるいは、こちらの、もう一つのこちらの方ですね、あれ何も言えますかっていうのは、例えば、徳川さんの,あの赤と白とあの青のぐるぐる回ってありますね、あれは僕ら、アメンボウなんて言ってましたね、土方積みの舞台、肉体の反乱っていう舞台がその肉体の反乱にも出てきたから、あれはアメンボウなんて言ってたけど、アメンボウ、正確にはサインホールっていうそうですね、サインホール、ごめんサインポール、サインポールというそうで。 アメンボってのはこうアルヘイイウってなんかアルヘイ帽っていうお菓子があってねお菓子の形によく似てるんでねじった形にだからそれからアルヘイイウになってアメンボになったみたいですけども正確にはサインポー,ポールというそうですねあるいはこれ絶対皆さんご存知だと思いますけどパンとかなんか包む袋のところにカチャッとこう入ってるこういう四角いのありますね今ちょっと手元にないんだけどもあの四角い引っ掛けるやつあれクロージャーって言うんですね 正確にクイックロックバッククロージャークイックロックバッククロージャーなんかプロレスの技みたいですけどそういう名前がついてましてこれは、えー、川口市にあるです、ねまあ、クイックロックバッククロージャー株式会社という会社が独占的に出したんですねこれアメリカ人のフロイト・パクストンという人が発明して、まあ、販売したんですけども日本ではこの会社は唯一なんですねだから色は違うんだけど大きさは色は違うんだけど、まあ、どこに行ってもあのクロージャーに出るわけですねだからクロージャーと言えば正確にクイックロックバッククロージャーと呼んでくださいってことですねこういういのはな ある意味どうでもいいんですね。それを生活に役立てるとか何かってことはあんまり関係ないわけですね。あれ取ってって言えば通じますもんね。だからまさにこの本の面白いのはあれの名前ますっていうのは、あの我々の会話の中であ,れであれ取ってとかあれだよねとか言えばいいことで別にその名前を知らなくてもいいわけですよね。あれってその現場の現場現場の文脈で決められればいいからね。だからあれ取ってっていうのクイックロックバックグロージャー取ってとか言い方はまずしないわけですから。からこれある意味無駄な知識ですよね。 これは無駄な情報じゃ無駄な知識ですよ。こういうのを身につけることによって、我々は何も広がりを持たないから、これ情報でも情報ですらないのかもしれないけど、でも面白いですね。あれはトイレの,あのポンって取りやつたこうかっぽして、あれはラバーカップ、まあ、これは僕知ってましたけども、というそうですね。えー、まあそういう言い方が、トイレのすっぽんとかなんか言ってますけども、まあ、それは俗っぽい表現ですからね。あるいはあのまあバッハ、作曲家のバッハとかね、ああいう人たちがかぶってたカツラですあれもちろん彼はカツラなんだけど、あれカツラのことはですね、えっ、ー、と、 スクエアウィーブってね、スクエアって囲ってウィグですね、カツラ。まあ、全体を囲うためのカツラってスクエアウィーグって言うんですけども、実はあのスクエアウィーグ、バッハのやつ、今思い出していただければ僕ちょっと画像がないんですけども、思い出していただくと白いですよね。で、あれは何かっていうと、あの白いウィグが流行ってたんですって。だから彼らはみんなおトイレに行って、おトイレで小麦粉を使ったり、でんぷん使ったりして、自分のウィグを白くして、それでかぶってたらしいんですね。だから今でもトイレのことをパウダールームって言いますね。 だこれはスクエアウィーヴを、まあ、あの白くしていくどんどん白くするための部屋がトイレだったでトイレが、えー、まあパウダールームだからこれ化粧室の化粧のパウダーとは違うんですね僕は適っそうだと思ってだからこれは勉強になるなと思ってまあこの。 スクエだからパウダールールムへと話が脱線してもうこ,この本の最大の成果僕にとっては最大の成果なのかなって気がしますね。あとまあいろんなことが書いてた例えばインフルエンザなんて病気もこれはまああれ名も言えますかじゃなくてインフルエンザインフルエンザって当然影響を与えるとインフルエンザってイタリア語の要するにこれは寒さとか星の運行とかね 気候とかそういうものが病気に影響を与えるという,うにインフルエンザっていうのが、まあもちろんこれはウイルスが発見される前に付けられた名前ですけども、今インフルエンサーってありますよね、ネットとかなんかで。あのインフルエンサーって影響を与えるものって意味なんで、実はインフルエンザと語源は一緒なんですね。まあ、僕に言わせれば余計な SNS やりやすとか、どうでもい,い YouTuber、最近 YouTuber はなんか悪さをしてやりたい方だで,ですけども、ああいうインフルエンサーはインフルエンザって言ってもいいくらいの存在じゃないかなという感じがしますね。えー、ことを思ってます。 ぐらいですね。あともう一つ面白かったのは今あんまり「たわけもの」って言葉使うなうちの死んだじいさんよく「たわけもの」とか「ぶれもの」とか言ってよくあの日本刀を抜いて僕を追っかけられてましたけどもね <laughs> 彼はちゃんと銃刀法の,あの許可持ってましたからね、ちゃんと日本刀持ってましたで。非常に高い高価な日本刀を抜いて、よく僕は追っかけられてましたね。菊菜とか貯金とか切っちゃったりしたんでね、だいぶ怒られてましたけども。で、この田分け者ってのは、実はこれは鎌倉時代に、えー、と相続をする、土地の相続をする時に田を分けていくわけですよ。家族でどんどん分けていっちゃうでしょ。そうすると松江、孫からひ孫に行くに従って、どんどん土地の面積が狭くなっていっちゃうんですね。だからそれ独占を許さないためにそういう田分けをやったわけですよ。でそういうな政策、愚かな政策のこと田分けた政策。 田を分けけたた政策っって言ったわけですね。ところがまあ足利高氏の時代足利時代に入るところは分けないで全部まとめてね寄せて全部あの他を寄せてですねそれであの相続すればまあ途中の面積はど狭くならないで済むでしょっていうことで他を寄せるわけですよこれを頼りって言うんですね頼りになるって言葉でしょだから他分け物と頼りってのは実は反対語なんですねで頼りになると他を寄せて相続することができれば頼りになるって言い方するんですねでこういうことがまあ学べるんであの、まあ 自分これにと僕自分の人生が広がるとか到底思いませんけどもまあでもなんか面白いことだなとかまたこう「たわけ」とかもともと使わない言葉だけど「頼り」とかいう言葉もなんかそういう語源がそういうことあるのかとかあトイレのことをね「パウダールーム」「エチケットルーム」といったりまあいろいろ言いますよね「レストルーム」といったりね「化粧室」いったり。 でパウダールームという言葉の語源が分かったりするってことでこれでまあ日常生活がちょっとのちょっとだけ今豊かになったかなって感じ豊かってようじゃないけどねいう感じになったかなって感じがし,あのします感じになったかなって感じで日本になったんだけど感じになったかなって印象を僕は持ちましたねんってことありますんで、えー、まあ今回ちょっとやや軽めの本を紹介しましたけどえっ、ー、今週1冊,1冊第233冊、ごめん、323、えー、冊目 最近はすぐ忘れてしまうんですね、322冊目、322冊目は、あれの名前を言えますかと、もうその言葉は使われてません、この2冊をまとめて紹介させていただきましたということです。ははい、ででまたた。来週。さよなら。お疲れ様でした